高山総踊りの演舞をご覧いただきありがとうございます。私は2016ミス山総踊りの常川舞と申します。同じく2016ミス山総踊りの駒井美沙と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ただいまご披露いたしましたのは盛岡三段踊りの復興踊りという演目でございます。悪を追い払い家の中に福が舞い込むようにとの願いが込められており、福を呼ぶと書いて復興踊りと申します。本日ご来場いただきました皆様のもとに福が訪れますよう願いを込めて踊らせていただきました。次にご覧いただきます演目は七夕くずしという演目でございます。七夕くずしは天の川を立て祭り、水に願いが届いて豊作になりますようにとの祈りが込められております。七夕くずしに続きまして栄えた夜の踊りと書きます。エアサ踊りをご覧いただきます。盛岡三叉踊りは毎年8月1日から4日まで開催され、盛岡三叉踊りが栄えるようにとの思いが表れた踊りでございます。そして最後にご覧いただきます演目は盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統三叉踊りの基本踊りの代表的な一つ、12拍子でございます。それでは引き続きご覧ください。